ねえ、キリト、今日もいいかな？まあ、そんなとこ。それじゃあ、お言葉に甘えて。なんでもない。独り言みたいなもんだから。それは、その、眠れないってのは、本当だけど。キリトと一緒だと気持ちよく眠れるんだ。だから。キリトは優しいね。いいの。こうした方が、あったかいから。おやすみ、キリト。ねえ、キリト。私ね、最近はもう、あんまり怖い夢見なくなったんだ。だから、夜中に目が覚めたり、怖くてなかなか眠れないなんてことは、なくなった。それって、今すぐここから出て行けってこと？確かに、これはみんな苦労するね。鈍感で、マイペースで、女たらしで。でも、優しくって、まっすぐで、すっごく頼りがいがあるんだよね。まあ、ちょっと間抜けだけど。だからかな。キリトがそばにいると、不安だった気持ちとか、怖い思い出とか。そういう嫌なものが全部、キリトへの気持ちで、上書きされて、なくなっていくの。でしょ？おで絡めるくらい。ありがとう、キリト。
じゃあ、私、そろそろ寝る。おやすみ、キリト。なんか、すごく不思議だよね。キリトと出会ってから、そんなに時間経ってないのに。今までのこと思い出してたの。初めて会って、いろんな場所に行って、私のこと助けてくれて。それでこんなことになって、この手が私を救ってくれた。あの時も、そして今も、キリトがいてくれるから、私は私だって思える。キリト、私ね。私もう寝る。おやすみ。私は寝てるから話はできません。おやすみ、キリト。本当に、ありがとう。最初にキリトと会ったのって樹海エリアだったよね。
も今はキリトとの連携バッチリだよ。私もここに突然飛ばされてきた時は、目の前にもう一人の自分がいて、本当に怖くてたまらなかった。その後も他のプレイヤーに話しかけても、みんな様子がおかしいし、プーってやつの仲間が PK しているのを見かけちゃうし、そんな状態が続いて、もうくじけそうって思った時にキリトに出会ったんだ。だからね、こうして今私がここにいられるのは本当にキリトのおかげ。ねえキリト、またこうして誘ってもいいかな。約束だからね、ちゃんと覚えておいてよ。それじゃあ、またね。よし、よし。一緒にホローエリアへ行きたいんだけど。ね、異界エリアに行きたいかな。うん、
それじゃあ異界エリアでモンスターを討伐するフォローミッションを一緒にやろう。Thank you.
だろうね。私、表情に出ちゃってた。単に異界エリアをよく見たかっただけだよ。あそこってなんだか不思議な雰囲気だし、一回じっくり見たかったんだよね。慌てていたのも、それが原因なの？ってキリト、ちゃんと答えてよ。